かねフラワーチャンネル始まります。皆さんお元気ですか？いつもご視聴いただきありがとうございます。ただいまのところチャンネル登録者ぐんぐん上がっております。3000名目指して頑張っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。今日は70代の考えで参りたいと思います。でも一番最後に今日先ほどレッスンが終わった M さんの作品が出てまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。今日からね、孫たちは夏休みに入ります。私は2人孫がいまして、高校1年生の男の子、中学1年生の男の子2人おります。まあ一応素直な感じで育っておりますが、夏休みに入りまして、私が母をしてた頃ですね、息子の母をしてた頃はもう1日でも1時間でも1秒でももう早く夏休みが終わらないかなって思うぐらい夏休みは地獄でございましたが、もうこの年になりますと孫たちと一緒にいられるのがちょっと楽しみでございます。年齢とともに余裕ができたんでしょうかね。でちょっと2、3日前にね、ママと孫2人と私と4人で、お母さんを助ける企画会議というお手伝いをする会議っていうのをやりまして、いろいろと決めたことがございます。米研ぎ、それからお風呂の掃除、洗濯物の取り込み、それからお部屋の掃除、それから何だったかな、あ、ランチのお手伝いというふうなものをどれかね、それぞれね、分担してやってほしいっていうふうな、うまく私が誘導いたしましてですね。そしたら下の孫はちゃっかりしてますから、僕はじゃあお米研ぎと、それからお風呂のお掃除と、それからモップで廊下を掃除したり部屋を掃除したりする、お部屋の中で全部済みますからね。で上の孫はお外の鉢植えのお水やりと、それから、洗濯物を取り込むことと、時々部活がない時はランチをお手伝いするっていうようなことで決まりまして、今日初日でございます。1日目ですね。もう下の孫は早速起きてお風呂場のお掃除、それからモップでね、廊下をきれいにお掃除、それからもうお米はね研いでおりました。もう3時過ぎてるんですけれども、お米は研いでちゃんと準備ができております。そして上の孫も12時過ぎに帰ってまいりまして、それでまだ多分取り込んでないと思うんですけれども、洗濯物を取り込む係になっております。朝ちゃんとね植木鉢の水はね、水やりはちゃんとしていってくださいました。意外とね、子供ってね、お願いして助かるわ、ありがとうって言ったらしてくれるものですから、もし別にお孫さんじゃなくても、お母さんね、ママね、ママさんも子供さんにママ忙しいからねお手伝いしてもらえないって言って下手に出て、そしていろいろ書き出してもらって、このうちのどれかをやってほしいって頼んでみたはいかがでしょうか。多分ねやってくれると思いますよ。ぜひそうしてください。それでは今日の M さんの作品をご紹介したいと思います。
こちらのドライフラワーは以前にフラワーアレンジメントの基礎の基礎でヘリクリスサムとかスターチスのドライフラワーの作り方をご説明した動画がございますので、概要欄からぜひ見てくださいね。紅花もドライフラワー私が作りましたね。ファンスタイルを入れております。ノコギリソウヘリクリスサム、キノブラウン、スターチス、それからユーカリのプリザーブドフラワーが足元に入っておりますね。とっても可愛くできております。Mさんが作っておりますクレマチスの夏バージョンリースはですね、こちらはグルーガンを使っております。ホットグルーガンですね、ダイソーで100円で売っております。そちらのホットグルーガンの正しい使い方も動画に上げてありますので、概要欄から覗いてみてください。もう夏場は成果はもう持たないので、フェイクとかドライフラワー、それからレカンフラワー、ボトルフラワーなどを私教えておりますが、まあ夏8月はねちょっと大多数夏休みいたしますね。またこれからフラワーアレンジメントの基礎の基礎をたくさん動画上げていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてベルマークもポチッと押していただくと素早くご連絡が参りますので、どうかよろしくお願いいたします。うちの孫たち、よくお手伝いしてますでしょう。皆さんもどうか子供さんを信じてお手伝いお願いしますって言ったらやってくれますので、ぜひお願いしてみてくださいね。それからもしちょっとでもこの動画が良かったらグッドボタンと、そしてどうかチャンネル登録よろしくお願いいたします。それから今からますます暑くなりますので、皆さんどうかお体大切にお過ごしください。ひょっとしたら孫たちも途中で三日坊主で終わるかもしれないんですけれども、そこのところは70代の真由美先生がぐっと我慢してうまく誘導して、最後まで夏休みの最後までお手伝いを続けていけるように指導していきたいと思っております。その時はまたね、いろいろとご報告させていただきたいと思います。